の仕事です。はい、よし、さあ、頑張ってください。はい、誰かさん、誰か手伝ってください。これ今スタンバット時だったんじゃないの？確かに画面転換というか、その他にも時間違いだったんです。はい、じゃあ、OK ですか、スタンバイ。はい。いきますよ。アクション！うわっ、なんじゃこりゃ！うたくしないからね。じゃあばあさん、わしは今からもう一作業してくるからの、あとは頼んだよ。はい、どうし、タイムギシリ作っておきますからね。ねえ、やっと二人きりになったね。そんなロマンティックな息出したって何も変わらんよ。助けてよ。ダメだよ、あんたは万能動物なんだよ。なんかそういうのにさ、そこなんとかさ、もう何でもするから一緒のお願いです。何を散々話してきたのに今更。とんでもダメなだけじゃん。そのくらいのことに涙されたら地球上の生き物あったかい涙だけだよ。酒のつまみをパパッと作るのとかすごい得意です。残念ね。実は、この宝石が飲めなくてね。本当に残念だ。そうじゃなくて、学生の頃はコンビニでバイトしてたんで、レジ打ちとかも得意です。これは助かるね。最近はお釣りの計算を間違ってしまってね。お任せください。よくもこんな目に遭わせてくれたの、このババア。おい、クソババア、死ねえ。うわカットカット。今の、音響さんのタイミングが完全にずれてて、グッバンバンバンっていう音が全然ずれてたので、ちょっとそこだけ のところだけ行かせてください。全然 ね、音響さんのテクニックリハーサル全然今日できなかったんで、はい、今の練習ってことでしょうか。そういうことです。一回だけすいません、一回だけ ね、で、あとね、なんかこうやって首絞めそうに見える今の、ボクサーっていうか、そっち系の方に僕もなんか音的にね、後ろは使わないように。どこから行く、最後までのところだから。もうじゃあ、こっちの野菜水洗いしてもらおうかぐらいにします。はい、じゃあ、スタンバイ OK ですか。お京さん大丈夫ですか。大丈夫です。はい、電通行きます。それじゃあ、こっちの野菜を水洗いしてもらおうかね。こんな目に合わせておいてふざけんなよ、このババア。おい、あー、ババア、ババア。
せやがったな、このクソババア。いやいや、お嬢さんのおかげですよ。はじめは冗談。